コンテナフレートステーションコンテナ着車バースコンテナフレートステーションはコンテナターミナル内で小口貨物を1本の輸送コンテナに混載したりコンテナから取り出したりする集積場である貨物量がコンテナ1本に満たない小口貨物の場合シムケチが同じ地域の他の貨物と混載して本線ごとにコンテナを仕立てる輸入の場合はコンテナから貨物をデバンニングし 荷主に引き渡す。このようなコンテナ1本に満たない貨物を LCL 貨物と呼ぶ。コンテナフレートステーションは LCL 貨物をコンテナへ詰め込んだり、コンテナから取り出したりする作業を行う場所である。海上運賃における CFS チャージはこのコンテナフレートステーションの利用量である。一方、LCL 貨物に対しコンテナ1本を輸送単位として輸送される貨物を CL 貨物、または FCL 貨物と呼び、この場合荷主により、コンテナ詰めされて、ターミナルに直接持ち込まれる。ありがとうございます。